敵はすでに攻撃態勢に入っています。艦長、戦うしかありません。了解、スタビライザーをロック、戦闘モード技術チェンジ。各乗組員、持ち場につけ。艦長、遠距離での砲撃に注意してください。レーダー表示します。敵タイプデータ表示。準備完了。メインエネルギー危険領域に達しました。非常に危険です。手強いわね。遠距離戦に持ち込みます。エネルギー危険領域に達しました。非常に危険です。はぁ、眠い。はぁ、解除。通常航行に戻ります。 VP が上昇しました。やあ、君か。UHK 司令部によく来てくれたな。早速だが、今日から君を宇宙戦艦ウィルの艦長に任命する。分かっているとは思うが、今の我々の状況を説明しよう。我々ノアが地球を失ってから、この宇宙空間に居を構えて数百年になるが、それももう限界に来ている。空間に点在するノアのステーション、およびスペースコロニーの許容量はすでに 200% を超え、新たなる居住地、もしくは宇宙資源を探さなければ、もうノアに未来はなくなるのだ。しかし、問題はケアスだ。この宇宙には、ケアスという連中が存在し、奴らは我々に対し何の理由もなく攻撃を仕掛けてくる。そして厄介なことに、未だにケアスはどこからやってくるのか、我々はつかめないでいるのだ。さて、そこで君の使命だが、我々ノアが永遠に存続するために、次なる惑星を早く見つけ出すこと。そして、我々の目的の邪魔をする宇宙の敵、ケアスからノアを守ることにや。さあ、早く出発してくれ。行く先々にあるノアのステーション、もしくはスペースコロニーは安全だから、休息を取ったりエネルギーの補給をすると良いだろう。それからフィールド画面とブリッジ画面は×ボタンで切り替わる。通常航行はフィールド画面でした方がいいだろう。それじゃあ、宇宙平和のために頑張ってくれたまえ。了解しました。ウィルの艦長としてノアの未来のために頑張ります。艦長、私がこの船の副長を務めるシンラーネーニャです。 UHK 訓練校を特 A で卒業し、この任務に就きました。よろしくお願いいたします。ウィルのパイロットを務める仙道優です。私は長年パイロットをしておりますが、今回ウィルに乗れることを大変誇りに思っております。メカニカルオペレーターのマルチニ・メカフェッチであります。地盤まだ若いですが、宇宙飛行士としての経験は十分積んでます。船外のミッションなら任せてください。
通信オペレーターのユー・ヤローンです。ウィルの女性クルーの中で私が一番年上です。人生経験も一番積んでいると思われます。私はレーダーオペレーターのミルカ・メイローです。仕事は一生懸命がモットーです。子供扱いはしないでください。よろしくお願いします。お前さんがウィルの新しい艦長になるのか。わしは宇宙考古学者のドクヘクーズじゃ。知っとるか、我々ノアが地球を失ったのは21世紀という時だったこと。まあそんなことはどうでもいいことかもしれんが、過去はすでに終わった未来であり、未来はまだ終わらない過去なのだということかの。私はコンピューターのサブローです。皆さんのお手伝いをします。どうぞよろしく。以上、宇宙戦艦ウィルのメインクルー6名、本日より艦長のお供をいたします。艦長、艦長。艦長、艦長、聞いてるんですか？艦長、起きていますか？やだな、艦長、寝てらしたんですか？艦長、電子メールが届いております。バージョンアップ情報をゲットしました。だって仕事してると腰が痛くなるのよね。異常ありません。格納庫内のアイテム一覧を表示します。本当に自爆していいですか？中止します。今は忙しいんじゃ。後にしてくれ。通信が来るまで暇。モニタでも見てよっと。早く進もう。異常ありません。